サハリ・バタリアニズムは政治思想の一つでサハのリバタリアニズム。サハリ・バタリアニズムの用語は個人の自由と社会的構成の両方を等しく強調する政治、社会、文化、政治的及び社会的理論への取り組みを行う複数の思想に対して使用されており、平等主義、リバタリアニズム、リバタリアン社会主義などとも呼ばれている。対比語はウファリバタリアニズム。 サハリバタリアニズムは通常以下の3つの関連し重なり合う潮流を指す。リバタリアン社会主義の潮流の著名なサハリバタリアンであるノームチョムスキーサハリバタリアニズムの起源はリバタリアン社会主義である。リバタリアン社会主義は社会主義の反国家の流儀を持つ。抗議にはリバタリアン社会主義は市場や民間投資や達成倫理を信用せず、 社会福祉の拡充を約束し、時として、左翼リバタリアニズムと呼ばれている。より競技では、マレー・ブクチンや、ノーム・チョムスキーなどを含む社会アナキストやリバタリアン、社会主義者などが、左翼リバタリアニズムと呼ばれている。現代のサファリベラリズムのもう一つの潮流は、スタイナー・バインタイ学派と呼ばれ、実地の古典的自由主義の概念を支持し、 他方で強固な経済的平等主義を根幹とする。左翼市場アナキズムの初期の主要な提唱者である、ピエール・ジョゼフ・プルードン、サハリー・バタリアニズムとも呼ばれる他の学派は、自由市場、または自由化された市場の抜本的な価値を強調する。この取り組みは、非干渉や自由市場など、古典的自由主義の概念を強く保持する一方で、論理的な帰結として、 反コーポラティズム、反社会階層、経済における労働者支持の立場、外交における、判定国主義、ジェンダーや、性別や人種などの文化的課題におけるリベラルで、求心的な視点、などを強く支持する。ありがとうございます。